はい、こんにちは。今回ご紹介しますのは、財布と、キーケースと名刺入れですね。こちら、この青い、ブテロで、すべて作ってありまして、こちら、まとめてご注文いただいたので、ご紹介したいと思います。はい、まずラウンドファスナーウォレットですね。はい。で、ですね。でこちら、通常仕様、ノーマルですね。で、中開けますと、焦げ茶の、皮ですね。でこちらにポケットが、左右、両側ついてまして、で、カードが4枚ずつ入ります。そして真ん中に、小銭入れですね。はい、普通に売ってるものに比べて結構このがっちりしてるというか、すべて革で作られてますので、結構重量感があります。そしてキーケースですね。こちらも同じ革ですね。イタリアのワルピエ社が作っているブッテーロという革ですね。非常に鮮やかな色で、使っていくにだんだん濃くなっていきますね。で今半ツヤなんですけど、使っていくうちにだんだんこうツヤが出てきます。で中は真鍮メッキの、6連、キーホルダーがついてますね。はい、そして、封筒型名刺入れ。でうちで名刺入れが、2種類あるんですけども、こちらは、封筒型で、容量が、より、あるタイプですね。その分、ちょっと分厚いんですけども、これぐらい、結構名刺が30枚以上は入るとは思います。で、これ仕切り板ですね。で、もらった名刺をこの仕切りのこっち側に入れて、で自分のはこっち、ここに入れておくとか、そういう仕切りですね。はい、非常にシンプルな作りとなっております。ということで、今回は以上です。